本当にこのブログできないよ。私のブログは全部英語で話しましたから今日は日本語だけで話したいですね。今日は本当に暑くて蒸し暑かった。だから私の髪の毛はふわふわになりました。大嫌い。じゃあ今日は大阪の梅田で上田という大学に行きました。先生たちと一緒にとても面白くて楽しかったです。ファッションの学校でいろいろな、学生の授業に入りました。ソーインマシンとか見ました。でもその後に私たちは上田という学たちと一緒に食べに行きました。ちょっとびっくりしました。和食を食べると思いましたけど本当にイタリア料理食べました。でもワインも食べ物も本当に美味しかったでしょ。それはね梅田の近くにこのレストランがありました。みんなと話せることはめっちゃ楽しかった。とても優しい人たちです。そして私は多分その大学で働けます。来週の4月からと思っています。本当に嬉しいになりました。じゃあ多分4月から大阪に住みますね。うんごめんなさいね、東京の友達。これは私のマスコットですね。ちっちゃいうずらちゃんみたい。これできる。あとはこっち。最初はこの感じです。かわいいね。本当に大好き。おお壊れました。はい、本当に大好きこのうずらちゃんね。じゃあ私たちは一緒にどこでも行けます。頭なしも行けます。じゃあ今日まで毎日英語で話せるから私の日本語のレベルは同じと思いますけど、日曜日にオーストラリアの先生たちはオーストラリアに帰って、あとは多分私の日本語はもうちょっと上手になります。じゃあ一緒に勉強しましょう。じゃあね、皆さんおやすみなさい。